どうも、吉本プラモデル副部長の九太郎でございます。はい、今回はですねこちらでございます。はい、ガンダムシードから、ラゴウっていうねエモビルスーツなんですね。はい、はい、というのもですね、私ですねこのガンダムシード、まだ見たことがないんですが、このオレンジの機体ねというのも、ガイアさんのねこの、はい、あの蛍光塗料ですね、モコンちゃんニュースで、前々回かちょっと何回か前のモコンちゃんニュースで、ね、あの紹介させていただいたこの蛍光パールなんですけども、V の中で私がですねゲットできまして、はい、で実は私蛍光塗料っていうのを一回も塗ったことがないんですよね。で非常にこれで遊んでみたくてですね、で、部員の皆さんにオレンジが多い機体ってなんだと、聞いたところですね、あのこれだと、ラッグオーダーと、なんかオレンジのジムもあったんですけど、俺それこれでいいんじゃないかって言ったら、なんかチャーリー君あたりが、いや九太郎さんラゴーだと、ということでこの犬みてえなモビルスーツに、ちょっとね、この、塗料で試してみたいなと思います。で今回はですねとりあえずこの素組みの動画を上げさせてください。まあまだねこれを見たこともない方もいらっしゃると思いますね。その方限定にはなりますが、こちらの素組み動画、にしたいと思います。早速組んでいきたいと思います。はい、というわけで中身は、はい、HG なんでねランナー数は非常に少ない、これだけです。あ、やっぱりこうですね、映えそうだ、この蛍光塗料が映えそうなオレンジがたくさんあります。はいはい、そしてリタイみたいなやつがついてるな、ここに。はい、リタイがついてますね、ベルト式のゴムの、はい、これと、あ、なんか線がついてます、ここに線。そしてシールと、黄色とか白もちょっと使うのか、こういう感じで、はい、早速じゃあ組んでいきたいと思います。はい、顔ができましたかっこいい、かっこいいですね、非常に素敵な。はい、次がこれなんだろう、胴体かな、いつものなんかロボットの感じじゃないんで、ちょっと多分胴体で、次首でしたね、首のなんかこのなんかこう首なんですけど、こういう風にリード線使うの首だったんですね。こういうパーツをいっぱいここに刺していく感じっぽいですね、どうやら。はい、なんかそういうちょっと特殊なものもあるということですね。普通のね、ロボットっぽいモビルスーツじゃなくて犬っぽいなんか機械なんで、はい、なんかそういうのがあるということでございます。はい、首の関節ができましたね、ここリード線でつながってて一個一個が、はい、でここになんかゴムの、はい、ゴムっぽいパーツがついてて、まあ、きっとこうやってなんかいろんな方向に顔向けれるんでしょうね、多分こうなんのかな、多分こうなんじゃないですかね。はい、ということでどんどんね首関節だと、次胴体かな、胴体作っていきます。はい、胴体ができましたね。はい、首やはりこういうここ首の関節でこういう風になんかいろんなここ向けますよ、ほらほら、すげえいいですね、このリード線使うパターンいいですよね。はい、こういう感じで、ただ前足とか後ろ足とかですかね、おそらくやっていきたいと思います。はい、足のねところでこのやはりこれが出てきましたよね、この履帯、これがねぐるっと一周してこう穴に入れる感じなんでね、でこれで蓋すればいいですね。だから戦車とかだとね止めたりするんですけど、接着剤とかこれないので、うん、さすが素晴らしいですね。はい、じゃあ、これをねどんどん足進めていきたいと思います。はい、
足がねできましたね、こういう感じで、はい、前足後ろ足みたいな感じね、4本っすね、はい、さあそうしましたら今度はこの両サイドにつく羽ですね、あとはこう武器ですかね、キャノン、ビームキャノンのこの辺を作っていきたいと思います。はい、両サイドにつく羽、そして、背中につくビームキャノンということでございまして、ここまでできたらもうあとは全部ねあれなんで、ちょっと組み立てていきたいと思います。はい、足がこうですね、はい、あ、いいいいですね、ほらほら、うん、四つ足、そして羽がつくと足もパチンですね、うわすげえ、何これ、いいじゃん、いいじゃん、これは気になりますね、どういうもんか、ちょっと見たくなるな、どうやってどういう風に活躍したんだこれは、すごいな。はい、そしてこれがここについて完成ということでございます。はい、こういう感じですね、はい、うん、いいじゃないですか、はい、羽も稼働するのかな、こうやってね、はい、羽を稼働してキャノンももちろん、はい、こうやってこっちにも行くし、で首がリード線なんでね、もうほらいろんな方向向けると、でここもなんかこうワンちゃんみたいにこうなるのかな、確か、はい、こうやって下のここで走るってことでしょ、ここでこの履帯でブルルって移動するんじゃないかな、おそらく、うん、そういうことですね、きっとね、こうやってこうやって、はい、ということでじゃあいろんなポージングつけてみたいと思います。はい、いろんなポーズをと思ったんですけど、とりわけそんなにポーズがないものでこんなああ、はい、そんなポーズがないものでこんな感じですね、はい、とりあえずかっこいいということで、うん、初めて作りましたけど、シード、ガンダムシードにも非常に興味が湧きましたね、時間があれば見たいなと思います、はい、まあとりあえずこういう形になりました、次はねこれの、蛍光塗料を使ってみるというね動画をね、アップしたいと思いますので、その時もぜひご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。